はい、どうもトロスピ応援団、やる気なかったんですけど、なんかうまくいって累計まで行ってしまったので、累計報酬引いていきたいなと思います。いや、なんかほんと巨人強くなってきていいね。小林もまだ打ってるし、坂本も調子いいし、いや、やっぱゲレーロ打つね。いやー、やっぱああいう長打力ある選手入ったのはでかいかなって思いますね。で、自分のこのプロスピもゲレーロ手に入れてるので、もう4番で使ってますけど。で、今回のプロスピ応援団ですけど、まあちょっと本当特にやる気なかったんで、誰が来てもいいかなと思ってるんだけど、まあその中でも巨人小笠原選手か、広島の、まあ、センターが欲しいっていうので尾形さんが欲しいかなと思います。よいしょ。今回本当はこのスカウト、この S ランク限界突破コーチ付き10連スカウトやろうと思ってたんだけど、やる時間なくて引けなかったっていうね。ちょっとまた裏で引いて S 引いてもちょっと悲しいんで、あとこのプロスピ応援団のイベントボーナス付きっていうのもあって、もう乗り遅れた感半端なくて、もう引くのやめました。で、ちょっと言い訳が終わったとこで、引いていこうかなと。じゃあこの S ランク、タイムスリップ契約書第1弾累計報酬ですね、1枚引いていきたいと思います。さあ、小笠原選手か尾形選手お願いします。これ皆さんもやっぱ累計報酬までいってんのかな。ホームランで逆転サヨナラのチャンス。さあ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 来い。はい、まあこんなもんです。まあこんなもんやな。まあでもこれかなりいいピッチャーだから、ね、おっ、ヨシボールとちゃんとなってる。31歳で21歳、あ、でも防御率 4.29 なんだね。おー、まあ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 、使ってみようかな。このヨシボール使ってみたいし。じゃあ、まあ、こんな感じかな。ちょっと次回のイベント、何が来るかちょっとわかりませんけど、面白いのが来てくれるといいかなと思います。では、また次回もよろしくお願いします。